ラジオニュース種まきジャーナル、ここからは特集の時間です。今日は福島第一原発からかなり離れているのに放射線量がその場所だけ高くなっているといういわゆるホットスポット地域で子どもたちを守ろうという活動を行ってきたグループ柏の子どもたちを放射能汚染から守る会の代表大作由紀さんにお話を伺います。放射性物質の量が半分になる半減期が30年のセシウム137の蓄積量を見ますと、文部科学省の調査で千葉県で放射線量が高かったのは柏市や松戸市、我孫子市、流山市などの県の北部で10平方キロメートルぐらいの広さの部分がありまして1平方メートルあたり3万から6万ベクレルに上っているということです。放射線の検出量ですが、他は木更津市の一部を除いてほぼ1万ベクレル以下ということですからかなり高いということになります。ちなみにチェルノブイリ原発事故では3万7千ベクレル以上が汚染地域とされていまして強制避難の基準は55万ベクレルなんですけれどもそのチェルノブイリの基準を適用するということになれば汚染地域ということになります。千葉県のこの地域が線量が高い理由については文部科学省の話として伝えられている、文部科学省の話として伝えられているところによりますと千葉県では原発から放出された放射性物質を含んだ雲が一旦太平洋に流れて再び茨城県の霞ヶ浦付近を通って千葉県のこの辺りを通って埼玉県境まで広がったと推測できるということなんですがこれ藤田さん柏市は福島第一原発から直線距離で200キロ、遠いですよね、はい、近く離れているということなんですが、一体この地域にお住まいの方は今どんな気持ちなんでしょうかということで、お聞きしたいと思います、はい、大作さん。あ、はい、あ、こんばんは、よろしくお願いします。毎日放送の千葉と申します。よろしくお願いします。すいません、遅い時間にすいません。いえ、早速ちょっとお話を伺っていきたいんですけれども、はい、こちらに入っているニュースですと柏市にはおととい、商店街に放射線関連で自分で食べ物などの放射線を測ることができるベクミルという施設ができたというニュースが伝わってきてるんですけども、これは柏でも話題になってますか？そうですね、お母さんたちの間でもかなり話題にはなってますね。あ、そうですか、はい、こういう施設ができたらやっぱり安心はできますかね？ただ検出限界が20ベクレルとか10ベクレルとかだと安心するお母さんもいるでしょうけど安心できないお母さんもいると思うんですよね。あ、もっと低い値を知りたい、はい、もっと細かくその値をちゃんと知っておきたいということですね。はい、はい、やっぱりそれぐらいものすごく放射線に関しては敏感になってらっしゃるということですかね。そうですね、やっぱりね、自分もそうですけど子どもたちの口に入れるものですからね。はい、食べ物とか特に尿とかもね本当は測って知れたらいいなと思いますけど、でもなかなかそういうのできないですよね。そうですね、お金も結構かかるみたいですからね。大作さん、ご家族はお子さんとお旦那さんとですか？はい、そうです、3歳と1歳の男の子が。あ、なるほど、じゃあ本当にお子さんは心配な年齢ですけれども、はい、そうですね、柏の子どもたちを放射能汚染から守る会というのを作ったのは、はい、いつのことなんですか？確か5月の上旬か中旬ぐらいだったと思うんですよね。はい、これは作ろうと思ったまたは作った経緯というのはどんな感じだったんでしょうか？確か4月の上旬か中旬ぐらいだったと思うんですけど息子が通ってる幼稚園の園長先生に最初砂場が危ないんじゃないですかっていう話をしたんです。はい、でもなんか全然なんだろう、市の方でも大丈夫だって言ってるし法医県の方でも大丈夫だって言ってるからお母さん気にしすぎですよって言われて、でなんとかなんとかこう掛け合っていくうちに線量計を買ったので測らせてもらいたいって言ったら、高かったらどうするんですかって園長先生に怒られて、あらあらあらそうなんです、そう、
で高い値が出たら除染の費用がどうのこうのってなった時にお母さん責任持てますかって怒られたんです。いやでもそんな問題じゃないですよね、子供たちの命を考えたらね。そうなんですよね。それで公の機関がそういうことするんだったら受け入れられますけど、はあ、なんかお母さん一人にそういうことさせられないみたいなこと言われて、じゃあ公の機関に動いてもらうように働きかけるんでいいですって言って、はあ、で議員さんにこう当たっていったりとかしてって感じですかね。はあ、それ例えば本当にその子どもたちのことを考えたら、その幼稚園側とかね、そういうところがちゃんと公の機関にやってくれっていうことであって、公の機関からもう検査しますよっていうのが動きとして来なければいけないのが全然逆なわけですね。そうですね、もう高い値が出てほしくないってことですよね。でもですよ、でも、はい、そのここがホットスポットであるというのは文部科学省のモニタリングの測定結果でちゃんと出てるわけじゃないですか。そうですね、多分その4月ぐらいは東大のキャンパスが柏にあるんですけど、はい、東大のキャンパスとかがんセンターでもこう測った数値を公開してたんですけど、はい、それが高いってことを園長先生に伝えても全然ちょっと理解していただけなくて、はい、じゃ あの今こういう地図が出てで、はい、状況は分かっているんですけども、例えば自治体だとか、はい、そういったところが除染活動してるとかそういう動きはあるんですか。あ、そうですね、と8月にあのすいません8月にあの放射線対策室みたいのができて、で今除染はでも結構ボランティアでお父さんお母さんがやってるのが多いですかね。うーん、でも市の方としてもね、こうなんだろう、なんか市の方としてもこういろいろなんか出してくれてるみたいで、多少こうやり取りはしやすくなったんですけど、園だとか小学校だとか学校とかとも、それまではもう全然皆さんこう直接訴えに行っても学校でも幼稚園でも何ですか、こう掛け合っても話にならないっていうんですかね、感じでしたね。いやーでもまあ自治体はそういう状況であったとしても、やっぱりあのお子さんをお持ちになってらっしゃるお母さん方としてはすごく心配だと思いますんで、そうですね、そのもうそのお母さん方全体の反応だとか、子どもたちの反応っていうのはどんな感じなんですかね。なんですか、やっぱり温度差がすごいあるんですよね。温度差、気にしてる、はい、気にしてるお母さんもいれば気にしてないお母さんもいるんですよ。だからこう除染してほしいってことを市の方に訴えるお母さんもいれば、そんなことにお金使わないでっていうお母さんもいるんです。板挟みになっちゃって市の方もなんかどうしていいのか分かんないような感じなのかなと思うんですけど、うん、でまあ、大作さんのような、はい、実際に意識を持ってらっしゃる方々が集まってこの会を作ったということになるわけですよね。そうですね。うん、あのメンバーは大体何ぐらいだったんですか。きちんと私もそういう名簿を作ってなかったもんであんまり把握してないんですけど、最初署名を提出しに行くときに市役所に多分100人ぐらいの方を集まっていただいたと思うんですけど、はい、実際きちんとこう、ね、名簿を作ればよかったんですけど作ってないから把握できてません。でもまあ大体100人ぐらいの方々が関心を示して、はい、で、市役所に対して働きかけをしたりとか、そういった活動をされてたわけですね。はいはい。で、まあ、そのおかげもあってか、はい、あの市役所の方もまあちょっとずつ動き始めてというような状況がまあできてきていたと思ってもいいですか。はいはい、そうですね。じゃあもうますますね、やっぱりそういう活動を続けていかないといけないというふうに感じているところでしょうか。はい、そうですね。ただ私自身もなんか子供が鼻血を2人とも出しちゃったんです。はい、で鼻血がねそういう被爆の初期症状だっていうのも見たので、ちょっとびっくりしちゃって、一旦関東を離れて九州の方に避難したんです。なので活動がちょっと滞っちゃったりもしてて、はい、ということで休止に、はい、はい、休止に、活動休止にみたいな感じになっちゃったんですけど。ああ、そ
そうですか。じゃあ、活動をやっぱり続けていきたいということはもう分かっているんだけども、活動ができるような状況ではないところまでちょっと追い込まれてしまっているということですかね。そうですね。代わりに代表をお願いしたい方たち何人かいらっしゃるんですけど、はい、でも頼みたくてもその方たちもやっぱり同じように避難を希望してたり移住を希望してたりして、代わりにお願いできる方もいらっしゃらないし、私自身もそうやって、ね、九州に行っちゃったりしてたので、身内がこう揉め揉めになっちゃって、やっぱりもう移住をしてもうその柏の土地を離れて、はい、いた方がもう安心だという感じの人が多くなってるということですね。